こんにちは。昨日ですね、ちゅうちゃんとうじと夜道を歩いてたんですよ。前にいた男性がちらちら見てきはるんですよ。で、なんなんやろうと思って、でも視線はつぶとうずを見てるんですよ。あ、だから犬好きなんやなと思ってたんですよね。前の人がね、止まらはって、私が追い越す形になった時に、すいませんって言ってきはって、あ、はいってか言って、ってすごいね、ちょっと言いづらそうにしてはるんですよ。で、はいみたいな感じだったら、ジャックラッセルテリアですかって言われて、あ、そうですよ、ジャックですって言って、あ、そうなんですねみたいな、ってまたすんごい言いづらそうにしはって、ジャックって大変ですよねとかいろいろ聞かれるから、そういうことが聞きたいんかなって思って待ってたら、ジャックラッセルテリアってやっぱり獰猛と言いますか、凶暴と言いますかって言ってきゃあって、思わず笑ってしまって、どんなイメージやねんと。いや、なのでですね、多分世間のジャックを知らない人はね、びっくりするぐらい凶暴なイメージを多分お持ちだと思うんで、今日はですね、ちゅうちゃんとうじのオフの時をね、お見せしたいと思います。動画でも結構元気なとこばっかり動画にしてるから、ね、ちゅうちゃんのオフとうじのオフをご紹介します。ちゅうちゃんはいつもオフです、基本的に。ちなみにうじは今13時なんですけれども、10時ぐらいからずっと寝てて、今カメラをつけたら飛び起きた。寝てていいよ。寝起きの顔ほにゃーってしてる。またねんねんな、おやすみ。どいてください。引かれちゃうよ、掃除機に。引かれちゃうよ、ちゅうちゃんそこにいたら。引かれちゃう。すいません、どいてください。どいてください。よいしょよいしょよいしょ。ありがとうございます。こんだけしかできない。そこ、あ、そこしたい、そこ、お尻。すいません。ありがとうございます。ふいちゃんまだそこにいるんだ。確かにつぶとうずは結構おとなしめっちゃおとなしめの方ですけど、他の子もでもこんな感じじゃないん、お家の中では。また寝直すらしい、体勢変えてな。開放感全開の体勢で眠りにつきます。移動した。じゃあママ、はい。じゃあちゅうちゃんこちら足のところに。はい、じゃあ。そこそこ。あんたそれしたら、うじを暴れんじゃん。うじはですね、椅子の上で寝てるみたいです。そもそもワンちゃんって一日の睡眠時間長いから、あれから1時間経ちましたが、ちゅうちゃんとうじは変わらず寝ております。お子ちゃんといてって感じやな。うじが起きました。起きたんですが、ずっと私の方を見てます。なんか自然感じるなって思って。何ゆうじ、何かを訴えてきております。遊べってことかな。もうちょっとで終わるからちょっと待ってね。涼しくなったら行こうな。ゆうじちょっと待って。かわいい。ゆうじって、あんた美形は、あんたはイケメン。私が動物の YouTube 見てたら、うじはね、ここでいつも見てくるんですよ、画面を。
見に来た？近くでみんな。はい。いいね、宇宙。気持ちいいね、枕使って。